皆さん、選挙に行かれましたか？私の住んでいる東京はこれからです。そこで皆さんに質問があります。皆さんは、顔で選びますか？性格で選びますか？私は、性格で選びます！今日はちょっと広告宣伝の話をしたいと思います。広告宣伝にはですね、29分間の商品を説明して買ってちょうだい買ってちょうだいという長い動画を流す、これはインフォマーシャルと言います。インフォマーシャル、それから BS だとか地上波で流す15秒30秒の短尺のコマーシャル、それ以外にもネット広告、新聞、雑誌、交通広告といろいろあるわけです。で、今まで私が昨年5月から CEO という仕事をお受けして以来ですね、かなり事業の拡大とブランディングに力を入れてきました。その話を今日ちょっとしたいと思います。笑顔は今までのお客さんはほとんどが70代以上の高齢者の方、しかも黒酢サメダマに象徴されるサプリのお客様です。今でも60万人以上の定期購入者がいらっしゃるってぐらい大変人気の高い商品なんですが、年代層にやはり偏りがあるわけですね。そういう方っていうのはネット広告は見られません。他の媒体よりもインフォマーシャルが一番内容が腹落ちして、コールセンターに電話をして相談しながら購入されるっていう古典的な消費者行動です。方やですね、60よりも若い方は皆さんまだ忙しいですから、29分間もテレビを見るなんていうことはできないんですね。テレビの短尺、最近はもうネット広告です。スマホです。そして新聞、雑誌という不揮発性のメディア、こういったものをうまく組み合わせして認知度を上げる、購入意欲を上げていく、購買率を上げていくっていうふうにお客様をこうご案内するわけです。ということで、短尺のコマーシャルどうしようかっていうことをこう考えるときにですね、私はやっぱり一流のタレントの方に力を貸していただきたいというふうに考えたわけですが、サプリの業界っていうのはこの業界全体のイメージっていうのがやっぱりありまして、一流のタレントさんによってはですね、絶対に出演しないというガイドラインがあるということがあるんですね。そこをなんとか私も長年のお付き合いの石井達也さんにもお願いしました。そしてこの YouTube のこの企画をやってるこのタレント事務所に所属の酒井和子さん、酒井和子さんと言いますと私と同じ年代で、青春時代のもう憧れの大女優、大スターなんですね。そういった方が一緒に年齢を重ねてきて、久しぶりにお会いして共感を、これが今日の一番売れていくインフォマーシャルなんです。そういう意味で酒井和子さんも普通は笑顔でお受けいただけないんですけども、特別に社長経由でお願いして承諾をいただいて、今収録を終わり、今年前半でオンエアする予定になっております。さて、最近オンエアしている石井達也さんのコマーシャルなんですが、今日現在は東京テレビエリア、関東テレビエリアだけで今やっております。そこで効果測定をしながら全国展開していくということをやっております。その短尺のテレビコマーシャルと同時にですね、新聞、そしてインターネット広告で畳みかけるように今やってるわけです。その反応を見るとですね、まず皆さんから聞こえてくる声、これはもうともかく笑顔の企業イメージが変わった、もうブランドイメージが一変したという嬉しいお声をたくさんいただいております。そしてですね、反応を見ていくとですね、コールセンターの反応、ホームページのこのページビューを見ていくと、年代層でいくとですね、40代50代の方の反応が非常に高い。まさに期待した通り、石井達也さんのファン層がですね、新しく笑顔との接点を持っていただいたということです。これがこの、もうもちろん売り上げは立ち上がっておりますけど、これが売り上げという軌道に乗るにはもうちょっと時間がかかるっていうのはもう定説です。ただそれ以上に、売り上げが上がる以上にですね、こういったブランドイメージを変えることによって何が変わるかって言いますと、素晴らしい一流の社員を募集する、もうここにつながってきます。イメージのいい会社、知っている会社、特に親御さんが就職を決めるような若い新卒の就職ということになると、そういった人材の採用にもつながります。
ということで、石井達也さん、酒井和歌子さんにお受けいただいて本当に感謝しております。とにかく今石井達也さんのコマーシャルが毎日流れておりますが、私も見るたびにですね、映画のイメージ変わったな、自分でそう思いますね。ということで、今後サプリも高齢者だけじゃなくて若い世代まで広げていく、そして5月から食品事業の立ち上げが始まります。そして美容商材も今細々とネット広告でスタートしておりますが、軌道に乗ったらそれも拡大していきたいというふうに思ってます。石井達也さん、ありがとうございました。いかがでしたか？ためになったと思われましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。